イエーイ、レモンさんが出てきたプー、レモンさんが出てきたプー、 We are 親戚、親戚対談、今日のゲストはちっちゃい時から知ってる大西健二の時から知ってる春菜愛ちゃん登場です。イエーイ、よろしくお願いします。しさんどうもいやびっくり、うん、なんかな、照れるわいや本当にビタミンラジオって聞いてたから、そう、ね、ラジオかなと思ったらもうこんな香りもんで、そうよ、もう番組やねこれね。そうやで、ラジオっていう言葉の語源はもともと実はね、はい、こう放出するとかね、こうバッ発信する、そういう感じの意味があるからね、ビタミンを放出するラジオ局放出してるよねもうあれやな、大西賢治の時に会った時から放出してるよな、ね、放出好きだよねいや本当ですよね、もう久しぶりじゃない、久しぶり、本当にバリバラも最近なんか呼んでいただけなくてもうちょっと寂しすぎる。でも見てるからバリバラはすごいね。そうね、いやでも嬉しいわ、やっぱり周さんにやったら、ああ本当にさっき子供の時から知ってるって言ってくれたけど、本当に大西賢治の時から知ってくれてる親戚本当の親戚のおっちゃんにやってるみたいな気持ちなんで、おばちゃんや、おばちゃんや、男の顔してるおばちゃんやこっちもおばちゃんだから、おばちゃんだ、お互い間違いないに、いやほんまね、ああもう俺、うん、あれやで、もう大西賢治が、はい、爪襟ね、ここにホックがある爪襟を来てる時代から親戚やでって言ったらみんなびっくりするわいやほんまにね、爪入りを脱いで女の子にこうメイクしていって、その記憶をいろいろこうかけてくれたり、ショーの頃いろいろアテンドしてくれたり、そうやね、中学校やしね、もう あれなんですよ、ウィア親戚のビタミンさん僕がねクラブのプロデュースしてたわけですよ、はいね、そこに、すごいクラブやったね。すごい、あれは、あれよ、日本で初の大箱のクラブやからね、初めて。だって、来る、アーティストの人もすごい、うん、ココさんは私の、後に、マイケル・ジャクソンと一緒に噂になったりとかして、私、あの人とトイレでよくメイク一緒にしてた人やとか、そうやな。大人になってからいろいろ気づいたこといっぱいあったから。そうやで。もう本当にね、面白いクラブが、もう初の日本の大箱のクラブ。だから、知ってる人は知ってるのよね。そう、だから変な話ですよね。あれやもな、エグザイルのヒロ君って社長、うん、まあすごい、今すごいけど、はい、あの子らがまだ若かった時代やからね。あったんちゃうかな。わあ、だからやっぱり海外の香りがした場所だったので、そうそうそう、大阪にこんな場所って子供ながらに外国のお客さん多いし、ちょっと異空間でした。なあ。どこに入れてもらってね。いや、本当に爪入りのね、中学生の大西賢治を紹介されたけどもや。はい。ここなんですよ。実は関西人の人はみんな僕らの年代は知ってるんですけども、大西賢治春の愛はですね、小学生の時からスターやったんですよ。いや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 。ちびっこモノマネ大会優勝したりね。はい、それで、いわゆる大阪ローカルの番組にゲストで呼ばれてたよ、もうすでにその頃から。ほんま、今考えたら、そうですね、ゲストで二丁目劇場とかの番組に呼んでいただいたり、だからダウンタウンさんとかも楽屋で、その後に4時ですよ、だがあって、なんか覚えてるもん、なんかそういう絵もね、いろんな濃厚な。すっごい濃い時代やろ、あれ。ねえ。今思ったら。ダウンタウンの4時ですよだが始まる前ぐらいやから。そうなんですよ。なあ、ほんで、あの頃、だからまあ、うん、吉本絡みのなんかな、作家さんがすごい、うん、そうなんですよ。でな、連れてきて。懐かしそう。懐かしい。で、オーディションみたいに。そうや。ほ、うんで、もうその時、あ、この子俺知ってるかなって、もう関西でも有名な子やかなって思ってて、でお互いでもな、まだまだ芸能界って感じじゃなかったわけや、うん、そうですよね、まさかね、こうやって芸能界で
再会してまたこうやって喋ってるっておかしいよね。もう唯一です本当に。もうちっちゃい時から知ってくれてる本当にしゅんさんが唯一ほんまに。いやほんま親戚やからな。もう久しぶりにもう親戚のね2人の、ね、会話を覗きにできるってことです、はい。本当なんかボロボロいろいろね、本当なんかしゅんさん見て報告したいこともあるし、なんか相談に乗ってもらいたいなっていうこともあるから、今日はちょっといろんな話をしたい、ぶちまけたいな。放出1時間じゃ放出できへんと思うけども。まあでもそんな出会い、そんな出会いがあってやな、はい、ちょっと一足飛びに飛ぶけどやな、うん、おばちゃんな、ほんまこの子は震災の時からもうすぐ福島に入ったりやね、全く福島でも僕も福島に入った同じ日に、全然打ち合わせもなしに、そうそうそう、はい、ほんだらお互いが取材を受けて、そうですよね、同じ新聞に別々で載るっていう、そうな、いやその時にほんまに、いや嬉しかったし、なんかやっぱしゅんさんやなって思ったし、うん、ここでいや絶対会うやろなって思った。なんかいやだからおばちゃんとしてはやな、いやいや、うん、おばちゃんとしてはレッドリボンライブっていうはい、エイズの啓発をもう最初から手伝ってくれたりしてたやろ、うん、いやもうありがとうございます、うん、いやだからもう愛ちゃんも自分独自で言ってたやと、もうおばちゃん嬉しかった、その時。だからそういうなんかいろいろみんなの私応援してもらって今おるじゃないですか、この仕事に。だからなんか困ってたらやっぱりやらなあかんっていうのを教えてくれてたのは、やっぱりそういうイベントに呼んでもらったり、いろんなことをつないでくれるじゃないですか、おせっかいの時もそうです、バリバラも。バリバラもだって私はその前の番組の名前タイトル何でしたっけ、キラッと生きる。キラッと生きる。それを見たときに、もうしゅんさんに、この番組は私もう本当に大好きだから、こういうの出してくださいってお願いしてやし。もうあれよ、この子おかしいやん。僕が、その、福祉番組を始めたら、自分から連絡して、伝えたい言って。ほんで、ぶっちゃけよ、お客さん。お客さん、ぶっちゃけ言うときますよ。春の愛めっちゃ売れてて、ギャラ高かったはずの、その時代に。いや。ものすごい安いギャラやったんですよ。ほんで、春菜はこう言ったんですよ、うん、僕に。いや、愛ちゃん、ものすごいギャラ安いね、うちら、みたいな話してた。うん、ギャラなんかどうでもいいです、シュウさんって言って。これはもう本当の話。うん、ほんで、やりだしてな。うん、でも、本当になんか充実するいろんな意味で、私も知らないこといっぱい教えてくれたり、うん、もうメンバーのね、玉木さんもそうやけど、もうみんなといる時が、なんやろ、やっぱり自分も楽な感じなのかな。そうやな。なんか不思議な輪をつないでくれてるなっていつも思ってます。ほんで、覚えてる？一緒に、カメラと一緒に、うん、福島乗り込んだ取材があったやろ。あったね、うん。俺な、あの時ね、ちょっとビタミンさん、うん、俺本当に感動した。何か言ったら、もう春の愛が言うよねーとか言いながらずっとスター、もう大スターやった。一番バーン来てた時に、うん、一緒に乗り込んでたら、すごかったよ。うん、ミッキーマウス、ミニーちゃんが来た時にみんなが、キャーミッキーちゃん、ミニーちゃんって興奮するじゃない。あんな感じで、もう、はっきり言うと、俺らなんかどうでもええと。いや。愛ちゃんやで。だってさ、その場で初めて会う人ばっかりやん、愛ちゃんに。なのに、もうすでに距離がめっちゃ近い。愛ちゃん愛だよ。ほな、また、春の愛が、ほら、関西人よろしく、ものすごい知り合いみたい。あー、お母さん元気みたいな。もう、そうやね。いや、もうね、君のその後ろ姿と、それを見ている、その福島の人たちの、愛ちゃん愛って、もうね、あなたの顔見て、笑ってるわけや、もう。笑顔になってるわけ。いや、嬉しいなぁ。俺ね、その時本当に感動した。あ、こういうことやんな、テレビに出てる人、スターっていうのは、っていうね。いや、もう本当に。それだけで笑顔になるっていうね。何がどうしか分かんないけど、でも、いや、行ってみようっていう気持ちと、うん、やっぱりね、呼んでもらうときに、こんな格好で行って、本当にいいのかなとか思うけど、やっぱり行ったときに、そういう格好で喜んでもらったりとか、そうそうそう、ありがたいし、ほんで先から、シュウさんがグーンって行ってるときはなって言うけど、ほんまね、いろんなことあるよね、本当ね。いや、でもね、それでもやっぱり、やり続けたいって思いがずっとあるから、本当にいろんな意味でシュウさんの刺激いっぱい受けてるから。
ありがとうございます。いや、でもみんなな、まだ気づいてない。うん、まあ、不安は気づいてると思うけど、おばちゃんはよう言うね、芸能界で、おばちゃん知らんけど、うん、流れついて、いろんな人がおせっかいしてって来るよ、人伝いにね。うんうんうん、ほんで、名前は言われへんけど、もう大スターがいっぱい来るやん。ほんで、悩んでる、誰にも相談できへん。で、僕はフリーランスやんか。うんうんうん、ほんで、ただのおばちゃんやんか。欲のないおばちゃんやから、みんな来る。で、よう喋るから逆に口固いっていうところあるわけや。で、その子らについつい君の話をしていることがよくある。で、それはなぜかっていうと、はい、この子もカミングアウトしてるからもう改めて言うことないけども、この子は自分の命を諦めようとしたことが何回かあるんです。ね、あ、そうですね。中学校の時は、やっぱちょっと辛かったな。なんか分かってもらえる人が少なかったから。だから、シューさんたちと出会った時に、本当に歯車が回り出した時に出会えてるんです、私。うん、それまでは本当に、もう、本当、なんで生まれてきたんやろとか。そうな。もう生きてる意味って何やろって大きくなってもずっと続くんかなって思ってたから。なあ。本当に何度も死のうと思った。そうやな、うん。だから、春の愛は自分の命をもう諦めるぐらい辛かった気持ちがわかる。そして、生きてたら、誰にも言えなかった。小さい時誰にも、小学生の時からもう気づいてたけど言えなかったけど、私は聖子ちゃんみたいにアイドルになりたいっていうことを思ってたのを、その命を諦めずにその先の未来で、うん、アイドルみたいなことやってるわけや。そうですね。だから。松村彩のそう、こんなことやったけどね。だから、うん、人生まだ未来にもういろんなどんでん返しがあるから諦めたらあかんでっていう、うん、命の大切さを逆に諦めそうになってた子やから、知ってるから、福島に入ったの誰よりも早かったよな、あの時な。ああ、もうそうですね。最初に来たいう感じの新聞やったもんな。だから本当行ったらもう皆さん、初めて泣けたってか、やっぱりボランティアしてる人も被災されてるし、避難所もみんなもうすごいそれどころじゃない、そうそうそう、みんな泣きたいしっていう時に、うん、はい、じゃん聞いてっていうみんなの思いを受けて、うんうん、本当に行くことも思ったけど、どうかなっていろいろ言われるかもしれんけど、でも行ってよかったって、周さんも思うけど、行って、やっぱりよかったって思うよね。うんうん、そらそうよ。そらそうよ。ということをもらうというか。そうそう。だからおせっかいっていうのは、相手に選んでもらうって初めて。うん、みんなが、いや、まだ早いんちゃうとか言うけど、いやいや、行って欲しいかどうか、名愛ヘルプ言うやから、ここでレモン被っていいって言ってよ、被れ被れ言われて俺も被ったやから。ほんならみんな笑い出したやから。ノリノリやもんね、その目は。おもろいで。この被り物の、何エネルギーってすごいからね。ポコってかけるだけでみんな笑い出すからね。ポコって。そうなんや。さあ、ということでね、改めて、はい、ちょっと一つずつね、ちょっと詳しく聞かせてほしい。はい、まずね、その子供食堂をやり出したきっかけって何よ。ね、今、大竹誠さんのラジオ番組やってて、はいはい、で、そこにいろんなゲストがいらっしゃるんですけど、湯浅誠さんっていう、はいはい、その子供食堂をいろいろやってる方がいるんですよ。うん、で、その人が来た時に、貧困の、今見えない貧困の話したんですよ、子供の。はいはいはい、で、私は、まあ、貧困ってこの時代にみんなうんって思うじゃないですか、うんうんうん。でも本当にご飯が食べれなくて、そうそう、困っている子供たちがいっぱいいて、ほんで私はちっちゃい時に、うちのお父さんももうめっちゃ破天荒で、ギャンブラーで、浮気もするし、もうすごい暴力もあったし、すごいお父さんの中で育って、やっぱりもう本当にご飯は貧乏で、借金取りがどんどん来たりとか、電気とかガスとか全部止められたりとかしてても、なんかろうそくつけて、なんか、ああ、誕生日、クリスマスみたいねとか、なんかそう言いながら、楽しいなんか雰囲気が家にあったんですよ、はいはい、お母さんが作ってくれた。そうそうそう、うん、だからなんか、やっぱり私は今、お好み焼き屋さんをずっと やらせてもらってるでしょ、うんうんうん、だからなんか食を通じて何かその子供食堂ということを知ったので、うん、なんかもっと子供たちになんか夢とか食、うん、ここに食べに来てもらって、うちに食べに来てもらって、大人のいろんなサンプル見てもらって、うん、ああいう大人になりたいなとか、ああいう大人になりたくないなとか、なんか
ね、そこで食べ物で動くこととかあると思うから、そういう気持ちになってもらえるようなことで参加したんですよ。なるほどね。なんかでもさ、そういう話を聞いてすぐ行動に起こすっていうところがこう、つながってるっていうのが何やろな、それは。やっぱり。それは、うん。うん、ずっと小学校の時から、もう二択で生きてたんですよ。うん、男で生きるか女で生きるか。うん、それは、すなわち、親のための人生で生きるか、自分のための人生で行くか。うんうん、あと、人に、嫌われて生きるか、好かれて生きるか。もう究極の時は、だから、生きるか死ぬか。もう、うん、もう何の勉強してても、紫式部とかいろいろ習ったものも、この人は女の人やからいいけど、ケンジ、僕どんなのやろうっていうので、ずっと自分の将来の不安ばっかりの二択をずっと考えてたんですよ。だからもう、やるって決めたらな、うん、やっぱり自分のために生きたいって、ほんで親のために生きて頑張って、うん、じゃあ順番に親が死んだとして、70とかになって、私が、親が2人亡くなってね、もし。だうん、そうなった時に、やっと自分のやりたいことで女の子になってみようと思った時には、うん、もしかしたらそこにね、子供がいたり、奥さんがいたりとしたとして、うん、その人たちにも謝ったり、なんかその時に女になった姿が、自分の思いを描いてる女の人に会れるのかなと思ったんですよ。うんうん、だから親恨むやろなと思ったから、うん、だったら、もうやるんやったらもう早めにやりたいと思った。なんかそのスピードがずっと根付いてると思う。やるんやったらやろうって。そこはあれ、昭和風に言うと男らしいな。男らしいよね。本当にそう。白黒はっきりじゃないけど。そう。もうお父ちゃんの DNA な、ギャンブルやな。もう行ってまえっていう。行ってまえ、白黒はっきりさそうみたいな。まあでも本当に、衝動よね。なんか、理由ないのよね、うん、多分ね。そうですね。うちの亡くなった性転換手術してくれた先生がちょっとお亡くなりになったんですけど、その人に私はもう泣きついて、性転換手術したのが19歳か。うん、はいはい。その後にね、ゲッターズ飯田さんにね、占い見てもらったらね、衝動で手術したなって、本当同じこと言ったの。あ、そう。うん。なんか、もう勢いであったんやなっていうのを言われたときに、しっくりきて、今、シュウさんにそれ言われたから、占い師と思った、今。本当に。まあ、でも実際ね、17年からやって、どう、うん、何を感じる？そうですね。本当に、私がやっている、お店に来てくれるのは施設の子供だったりとか、うん、で、まあ、月、みんなのお店のスタッフのペースもあるので、聞いて月1回しか、じゃできないかなって、うん、持ち出しのお金で料理作って、まあ、そうやなっていう感じやったんですけど、うん、やっぱりそれで、みんなっていうわけにはいかないんですよ。うんうん、ね、貧困の子供みんなっていうことはいけないけど、でも地域の小学生の、うん人たちがこう来てくれたりとか、うん、なんかそのすごくピンポイントかもしれないけど、やっぱりやらないといけなくて、うん、みんなっていうことは絶対にできなくても、うん、ピンポイントでやっていく人が増えたらみんなになるからやらないといけないし、まだまだこのコロナ禍になって見えない貧困っていうことがすごく、あと虐待など、うん、本当悲しいけども増えていってるっていう気持ちです、今。で今は集まれないので、ずっと子ども食堂を休んでるんですよ。うんうんうん、でも子ども食堂、全国の人たちとこの間オンラインで喋ったりとかしてるんですけど、うん、やっぱり集まれないからみんなお弁当だけ作ってやってるとことか、いろんなやり方で皆さんやってるとこはあって、うんうん、だから私もね、何か本当にやっぱりこれスピードなんですよ。で国からやっぱりお金出るって、なかなかみんなのとこ来るまでも時間かかるから、うん、そうやな。でちょうどそれをね、うん、思ったのが、うん、これもまたジムでね、テレビ見てた時に、ニュース番組でね、本当に今日のこの卵をね、3日間持たせて、1個の卵を3日持たせてご飯作んないといけないっていう、貧困の片親の、一人親の方のニュースを見た時に、もうすぐに平下さん電話して、ちょっと本当に何かしないと私もこのまま止まっていれないですって言ったら、イオンさんがレトルト1万食用意してくださって。1万食。はい。で、私は、いや、だから言うと本当に、私は逆に言うと、そんなんであんな記事に出していただくほど何もしてないんですよ。やりたいって言ったら、こう、
動いてくださったんですけど、うん、皆さん力こういただいたんですけど、でもイオンさんももともとずっといろいろやってあったから、そうそうそう、うん、だからそういう気持ちで人の気持ちってこうつながっていくし、うん、すごい大切だし、うん、今特に本当に大切だと思ってます。そうだからほら、ウィア親戚、おせっかいおばちゃんっていうように、はい、おせっかいが必要やねんよ。で、おせっかいって日本語は悪い意味でよく使われるけど、うん、いるおせっかいといらんおせっかいがあって、いらんって言われる人にはそんなおせっかいしたらあかん、いらんおせっかいやけど、ありがとう奥さん助かったわっていう ね、いるおせっかいまでみんなやめたり、あるいは嫌がったり するね、感じになってんのがすごく寂しくて、実はこの間も、うん、まあ大阪のね、有名なあの子供食堂の、うん、まあそれを一軒じゃないけど、もうその町中が、協力しているところに呼ばれて、うん、で、コロナ禍やから、ズームで講演会したのよね。うん、で、そこで、やっぱり、その、コロナ禍やから講演は諦めましょうっていうことになってるわけ、当然ね。しょうがないね。うん、しょうがない。いろんな事情ある、うん。でもそこはね、諦めないのよ。もうとにかく配信でも何でもいいから、一人でもおせっかいな人、うんうんうん、ああ、そういう現状があるのか、よし、俺手伝うわっていう。ほら、今、もうご存知のように、子供食堂のいる問題の中に、人手不足っていうね、うん、こともある。あと、はい、資金不足、ね、はい、うん。資金不足もある。で、もう一個は、本当に来てほしい子供が、見え、お母ちゃんが見え張って行かせへんとかね。うん、そういうことがあったりとかもする。そういう問題を乗り越えるためには、行政の動き待ってたら子供が目の前で亡くなっていく。だからもう町のおっちゃんおばちゃんのおせっかいな人がやるしかない。まずはね、うん、まずはやる。いや、ほんと。で、それでどん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 もっと上の方で大きく変えてやーってやるしかないねんけど、やっぱね、おせっかいな人、今、実はおせっかいのパワーあるけど、それを発揮できてないおせっかいなおばちゃん結構いると思うね。いや、ほんと、昔は私、団地で生まれたから、うん、本当にそういうおばちゃんがいっぱいいたし、食べていけとか、うん、持って帰れとか、そうそうそう。うん、でも本当にそういうのが本当に今なくなってきて、なんかうざいみたいな、なってきてるのは、今のこの日本の状態とか、これから、まあ震災もそうだけども、うん、なんか、ちょっと、まあみんなそれぞれのペースあるかもしれないけど、でもそういう人の必要性っていうのは、絶対あるんだなって、そうそう、しゅうさん思った。今だっておせっかいって言葉昔から使ってたでしょ。そうや、しゅうさん。だって僕はもな、うん、で、要するに長屋育ちは貧乏長屋、うん、でみんなかいろんなもん抱えてる、まあ、昔で言うたらほとんどが DV の申し子やんか、みんな。でその仲間とやっぱり子供たちは肩合わせながらみんな励まして遊びながらなんか生きる力を、うん、こうエネルギーを引き出してた気がするんだよね。確かにね、うん、ほんでやっぱ人の役に立つって一番嬉しいわけや、小学生の時から、うん、ありがとうって言われるのが嬉しいわけ、うん、ただそれだけや、衝動や、それこそな、うんうん、自分の幸せのためにおせっかいしてるようなとこあるよな、うん、だからあれ染み込んでんねんで俺らは。そやね、いや、ほんまそやね。そやね、染み込んでるもんっていうのは、うん、その当時のおせっかいなおっちゃんおばちゃんのおせっかいが染み込んでるわけやろ、うん、だからバトンしてるだけや。ただ、だからこういう、うん、ただこういう人たち増えてほしくない？そうよね。で、ただ一つ言うてんのは、うん、僕も、ね、僕もあれですよと、後から気がついたんで、どうぞ親戚気がついてください。全部僕らの責任ですよ。今日子供が亡くなった事件に巻き込まれ、僕らの責任ですよ。ね。もう他人の子供とかないですよと。だから僕は家入っていくねん。どん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 家入っていくねん。ほんな大概言われるのよ。お前人の家関係ないやろ。お前他人がお前ガタガタ言うなって言われるのよ。僕はいつも、うん、ウケるお父さんって言うだけ。で、なんでウケるかっていうと、お父さんじゃあ聞きますけども、この子供を育てるときに、哺乳瓶使いませんでしたって言うて。使ったからなんやって言って、うん。作りましたんかって。トイレ流しましたけど、下水管腹張ったんですかね。この家建てたんですか言ったら、たまに大工のお父さんいて、わしや建てた言われる時あるんだけど、その時はすいません言うけど。ただ、つまり、警察の方が、
治安を守ってくれてる政治家一生懸命やってる、まあいろんなラーメン屋さん、美味しいラーメンを提供してくれる、そういう人たちのこと、影の存在、おかげさまさんたちに支えられて子育てしてるということは、うん、このお宅の子供はみんなの子なんですよと、だから今日来ましたやでって、飽きまへんでそんなことしたらっていうので来たよ。だからおやすさんもみんなのおやすさんやでって、みんなの家族やでって言うねん。だから関係あれへんことあれへんっていうことに気づかなあかんわけ、みんな。ということはテレビに突っ込んで、まあひどいなーとか言うてる場合ちゃうねん。俺らのせいやねん、俺らの。ほんで行政が遅い言うのは俺らのせいやねんな。僕らが選んでる政治家やから。確かにそうですね、ほんまそう。だからもう、今言うたように、私はいつも、このニュースのコメンテーターとか今やらせてもらって、今も生放送終わってきたのね。ほんでね、そういう時に子供の虐待とかいろんな思いのことを言った時にも、本当に今こういうところで、親が守ってあげないといけないのを気づいてくださいとか言っても、うん、いつもそこで思うのは、電話してきてくださいって、周さん前から自分の電話番号で電話してくださいってやってたじゃん。あれほんまにやりたいけど、でもね、私の、仕事で今それほんまにやってくださいって言ったら、すごい自分の仕事ができなくなったり、違う電話もあるなとか、いろんな葛藤が自分の中であって、でも周さんすごい、どうやってそれを切り開いてやってやるって、いつもそこぶち当たるの。いやいや違うな、あんたはあんたのやるべきことがあるって探さなあかん、うん、でもそれでもなんか困ってる子供たちを、なんかやっぱり私も困ってる子供やったから、なんかしたいと思っちゃうの。その時に親戚におばちゃんがおるレモンさんに連絡してって言うたよね、うん。あ、いいんですか。当たり前やん。うん。そういう役どころがあるわけやん。それで、僕は去年の10月から YouTube でね、ボランティアで全国子供 YouTube 相談チャンネルってやってる。うん。だからそこに YouTube、レモンさん相談探して、そこに送りって言うたよ。うん。あ、そうなんや。そうや。そこにほんでメッセージも書き込めるし、そうや。SOS も出せるってこと。そうや。で、そこで僕らは、うん、いわゆる、その地域やったら、離れてても、その地域のそこ飛び込めとか、うん、子供たちに言うわけや。あるいは、近い人は、もう関東圏内の人なんかもう会うてるわけや。おばちゃん、お母ちゃんだと。うん。で、誰かが一人入るだけで、だいぶ柔らかなんのよ。うん、考え方も。そう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 。これでずっとやっぱりそうなの。本当に私も死のうって考えてた時は、本当にもう自分のこと、なんで自分が、なんでどうして、どうしてがずっとなって、でもそこで死ぬの思いとどまる時って、本当に一瞬の家族で行った旅行の思い出とかがよぎって、なんか親とか泣かしたらあかんなって思って止まることが多々あって、本当一瞬のことだから、その一瞬をやっぱりそうやって作ってくれるの、ほんまに嬉しいしね。そういうこと。だから、ま、そういう子供動いてほしい、うん。ほんまあれやで、揉めてる親子でも中入って、いわゆる、うん、相手の話最後まで聞きましょうって、中入るだけで、知らんかった、知らんかった、そんなことあったんや、みたいなことで、仲良くなる家族いっぱいおんねんから。ほんで、もう終わりやー言うて、ほら、小学生、中学生、高校生、世界が狭いから、もう終わりやーってなるやろ。そうやね。それをギュッと広げて、いやいや、全然君のこと認める人いっぱいおるで、と。応援する人いっぱいおるで、と。地球にはいっぱいいるもんね。いっぱいおるで、っていうことをおせっかいに見せたり、話したり、行動してくれるっていう人がおるやっていうことを伝えたり。ほんで、まず、あんたの親が死ねって言うてるらしいけど、そんな言う権利ないっていうことを分かりなさいって伝えるだけで、そうなってなるやん。親は産んだかもしらん、育ったかもしらん、関係あれん。みんながおって育てられてん。だから、レモンさんの命でもあるから、な、お母ちゃんもしんどいからな、お母ちゃんに会わせてくれと。お母ちゃんも、レモンさんの親戚やから。で、ちゃんとこう、ぐちゃぐちゃになったら紐解くわけよ。そしてちゃんと解く。だから、愛ちゃんは入り口で子供食堂やってますっていうのを聞いて、絶対ね、あ、私前から子供食堂やりたいと思ってたけど、って、あと一歩で、ね、一歩出せなかった人が、愛ちゃんがやってる言うので、一歩出したかもしれんやろ。それが愛ちゃんの、愛ちゃんが役割や。うん。
自分が本当に一人一人って行くよりも、こっちで、うん、こっちでこういう伝え方できるのはあなたしかいないよっていうのをやってほしい。だから、ミュージシャンは音楽で伝えてっていうこと。うん、エンターテイナーはエンターテイメントで伝えることを考えてってこと。だって僕らできないんだから。そういう地場のことは僕らがおせっかいにやりに行くからって話よ。なるほどね。でも本当に今コロナ禍の中でね、本当子供が一番辛い思いしてると思ってて、なんかあの制限されたり、まあ大人が決めたことをあの守ってやってくれて、でもまたウイルス運んだりしてるのは結局こう行き来してる大人だったりするから、なんか本当にね、子供たちにはいっぱい夢見てほしいと思って、私も、うん、あの夢はしゅうさん何やったの子供の時。いや、おせっかい。おせっかい。夢もう渋すぎない？子供の時からおせっかいって。そう。おばあんや。おばあん。夢はもうおばあんやった。いや、だって笑うで、小学校の時から放課後残って教室に女の子10人ぐらいに囲まれて相談乗ってる男の子やったわけ。うん、で、気がついたら自分の娘の PTA 会長になって、小学校の、うん、小学校の教室でママたちに囲まれてたっていうね。俺風景変わってませんっていうすごいね。そうそれ気づくんだ、そこで。うわーって。いや、だからもう本当ね、今ね、僕らいつものトーンで喋ってるけど、うんうんうん、これ見てる人びっくりしてるかも。何二人で熱い話してんのっていう。ほんま熱すぎるかな。ほんまに。すいません、ほんま。いやいや、だからこれが親戚トークやろ。うんうん、俺ら会うたらオフトークでもこんなんや、いつも。そう。いやで、愛ちゃん行こうぜみたいな。だからそういつもだって、もうどうや、なんか笑ってないでとかいろいろなんか言ってくれるからね、ズボッとね。そうやね、そうやね。だから、まあ、その、今の話をね、聞いてもらっただけでも、はい、うん、何か感じてもらうもんがある感性、受け手の人の感性によっては、届くもんは届くだろうし、うん、あるいは行動こそかなって、できる行動ね、ほんとちっちゃな行動でもいいから、はい、ほんとそうね。うん、あるいはもう気になるっていうことは一つの行動やから、気にしてもらうとかっていうのはね。うん、あと私もね、そうだ、周さんもそうだと思うんですけど、3.11 の時に東北にお邪魔した時に帰ってきたと、この東京との温度差ちょっとびっくりするぐらい、うん、もう、いや、ニュースではそうやったけど、みんな見てたけどみたいなんで、うん、また普通に戻ってたりとか、まあもちろんね、何かが足りないとか街の変化はあったけど、うん、でもなんかその時にやっぱり今改めて10年経ってね、うん、なんかやっぱ一言じゃなくて、この本当に災害が起こる、起きやすい多いこの日本に住んでるってことをなんか考えてほしいってちょっと思っちゃったの。なんかそういうの感じませんでした？うんうん、いや、だから俺らはさ、うん、ほら、おせっかいやから東日本行った時にいろんなこと教わるわけ、逆にね。はいはい。で、熊本も行って教わるわけ、うん、豪雨災害行って教わる。うん、そしたらもう、うちの家なんかもう常に、3パターンで、うん、逃げろって言った時に、うん、これとこれ持って出るっていうものは置いてあるわけ。で、うんうん、これとこれを握っていけるパターン A と、パターン2は1個だけ持っていけるパターン2。はい、パターン3はもうとにかく命だけっていう、飛び出せっていうさ、もうこの3パターン用意、準備してたりして、で、もう全部、こうなったらここで連絡取ろうとかっていう話してて、さらには、このビタミンラジオ局っていうのをオンラインサロンで去年始めたんやけども、で、まだまだ全然登録者数おらんねんけども、土壌作りでやってて、でもここで収入がもし入ったら、それを支援金に回すために、やろうっていうので始まったよ。つまり、だって僕ら、ずっと行ってたやろ、東日本も。うんうんうん、みんなもほとんど持ち出しやもん。うん、そう、自分でね。そんなでけへんやん、これ続かへん。うん、続くのはね、うん。そう、だから途中で支援金お願いしますとかやったけど、でも、明日なんか起こってすぐ行こうとしたら、やっぱり使う、ガソリン代いるしね。うん。うん、なんか、ほんまそう。そう、おせっかいするときに、やっぱりいるもんいるねよ。うん。出るもん出るしね。そう、出るもん出るから、うん、だから、先に準備しとこうと。そういうのも。なるほど。だから、わあ、そっか。人の命が、親戚の命がいっぱいなくなったことを本当に辛く思うんやったら、その命を無駄にしないっていうことを思って、今できることはやっとこうってことになると思うやん。
いや、本当そうですね。そう思ってほしいし、やっぱり、本当、絶対に自分もその立場になることもあるし、やっぱり、こう、同じことを繰り返したらいけなくて、その一つで学ぶことって、本当にしっかりとやっとかなあかんなって思うし、今のその三つのパターンも、ああ、そんな考えあんねやと思った。いろいろ私も用意してるけどね、その3つのパターンとかもなかった。うん、いやだってやっぱり東北のな、有名になったかもしれない、うん、天伝子っていう言葉があって、うん、とにかく地震来たら、もう家族どうした、ああしたじゃなくて、天でバラバラに、もうとにかく自分の命を守る行動を取れと、うん、天伝子で逃げろっていう昔からの教えがあったんですよって、ところがそれができなかったし、ね、身内もいたとかいう、その悔しさを僕らはやっぱりね、ちゃんと受け継いで。そうですね。だから東北人じゃないけど、やっぱそういう言葉覚えてるから、うん、だからうちのね、周りも家族も、もうみんながまず自分の命を守れと、家族どうしてるとか気になるけど、それはええと。うん、とにかくまず自分の命を守ろうと。で、うん、集まるとこはここってもうみんな最低限決めてると思うけども、うん、そういうやっぱり無駄に命のことを無駄にしないっていうことは次に何をするかっていうのと、あと一つさ、うん、これが難しいね。ん？気づくやんか、うん、人間ってあるし、気づけるきっかけ、例えば現地に行って気づくきっかけになったりするやんか、うん、で気づいた人は今度は伝えたくなるやんか、愛ちゃんと一緒で、うんうん、でも伝えるときに、北風と太陽じゃないけど、北風のようにビュン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 お願いしますね、なんかこう北風のように説得するようにしたら、逆に伝われへんかったりする。うん。はい。でも、北風と太陽の太陽、これを僕はレモンさんは説得より納得っていう言葉に変換してんのね。ガーって説得すればするほど引くわ、みたいになるやん。うんうんうん。でも相手が納得できるようにするためにどういうプレゼンテーションが必要かとか、物の言い方とか、あるいは物喋るんじゃなくて、ただ単純にボランティア一回手伝いに来えへんって誘うだけとか。なら本人が勝手に気づく。ああ、全然リアリティなかったけど、こういうことか、みたいなって気づくやん。そんな、だから何も口で説明せんでもみんなが、気づけるきっかけをどう僕らが作ろうかっていう、気づけるきっかけ作りっていうのはやっぱ考えなあかんと思うよね。もちろん言わなあかんで、ね、皆さん聞いてくださいっていうのも必要やし、うん、ご協力くださいのも必要やけども、うん、俺がここでね、うん、声からしてさっきみたいに、うん、いや、みんなの責任やで、これ大人全員かっこ悪いことになってますって、俺は気づいたからやってるだけで別に、うん、他の人がやってもいいんですよと。ね、うん。みんなでやればいいのに、ところがなんか一言みたいに喋ってる大人がたまにいるので、うん、その人をバカにしないし、その人を怒らないし、その人が気づけるきっかけさえあれば、その人だって気づくんやから、うん。だから気づけるようにするにはどういうイベント、どういうプロモーションが大事かっていうことは、俺ら考えなあかんなと思うよね。うん、今の言葉はもう本当に全て、周さんが関わってきた番組とかイベントとか全部に通じるものやね。バリバラなんかそうやろ、うん、楽しくエンターテインメントしながら一緒に考えていく番組ってないよね、でできた番組やから。確かに、あの番組でもね、まあ、ジェンダーのことをすごい取り上げてくれたりしてね、ロケも行って、男よ女よどっち入るっていうのあったじゃないですか。そうそう。もうあれもすごい画期的なあれやったし、なんかそういうのが本当に今、上辺じゃなくて、LGBT って言葉ができたときは、なんか知らんけど、とりあえず虹色の人たちが納得するようにこうやればいいみたいな、ちょっと空気を感じた時も正直ちょっとあったことがあったの。本当にこれ浸透はしてないんだろうなって、まあそれはニュースとか見てても、ああ、まだこういうこと言う人いるのに、でも LGBT とか言ってるし、一方ではこれどういうことやろうなって思ったりすることもあったけど、でも本質的に、私は LGBT って言葉のこの4文字できる前からお姉やったわけじゃないですか。ああああ。で、途中でできたし、性同一性障害って言葉も途中でできたから、なんか自分で全然しっくりきてないんで、この4文字の中は。私がもし入るならトランスジェンダーかな。ああああ。でもなんかもっとそれに縛られたくなくて、私はこれから別に男に戻ってもいいし、女の子好きになってもいいから、だからみんなが LGBT じゃなくて、個人が大丈夫、
と大丈夫やってほしいっていう思いなんですよ。大丈夫大丈夫、もうすでに、うん、もちろんこの LGBT って何って言ってる人は気づくきっかけがまだないねんけども、はい、うん、LGBT を掲げてる人たちももうみんな知ってて、ほとんどの人が。それは何かっていうと、まず世の中には LGBT からスタートして、うん、その入り口に入ってもらったから、さあ、皆さん、実はね、LGBT だけでくくれる世界じゃなかったんですよ。山ほどいろんな人がいるんですよっていうことを次の段階で伝える時期が来てる。うん、なるほど。だからその違和感は当然なわけよ。当たり前。LGBT の後に Q ってクエスチョンって Q もできたでしょ。だから多分クイアとかね。その、LGBT って言葉、ん？これ当てはまらないよっていうことにも、じゃあ気づけた一つのきっかけであったってことですね。そういうことです。だから、クイアとか LGBTs とかいろんな言い方があるね。で、それを一つずつ、僕ら気づいてる側が、みんなが気づけるメディアでやる、いろんな昼の番組でやる、YouTube でやるっていうのを広げていくことなのね。だから、ちょっと、あれよ、ここのあの、僕がさっき言った全国子供ね、はい、YouTube 相談チャンネルにこの間初ゲストをお呼びした。うん。かっこええで、YouTuber のジョンさん。ジョンさん。この子は、あの、女の子として生まれたけど、やっぱりかっこよくなりたいと。と言って男になりたいんですかいう質問は困ると。かっこよくなりたい。やっぱああいうジャケット着たい。ただそれだけ。うんそういうのジェンダーレスっていうのかもしれない、うん、いわゆる自分の性は決めないみたいな感じもかもから、うん、でもそれもしっくりけえへんかもっていうのがあるわけ。だから一人一人ちゃうわけ、全員違うわけ、全員ちゃうもんね。そうで、もっと昭和の人に伝えなあかんのは、彼氏いる彼女いるのはもう NG やからねっていうこと。うん、つまりもう恋愛に興味がないっていう人がいるね。なるほどね。これでもうエッチとか全く、もうセックスとか興味全くない人がいる。もっと言うたら、午前中は自分の女性性がごっつい出てたけど、もうその彼氏とホテル入ってベッドの上、ボーンってなった瞬間、男性性が出てきて、いや、ちょっと困るってなる人もおる。うん。つまり、はい。いろんな人がいるんですよってことなのよね。だから今、あの、今さっき、あの、言った中で、うん、彼氏おるっていうのを、この間、私も言うてたなと思いながら、女の子に、ほんまやないや決めつけて。それは、うん、昭和のね、僕らは、ね、洗脳があるから、もうどうしてもしょうがないけども。うん、変わっていかなあかんね。でも、そういうこと気づいて、そういうこと気づいた時に、そういうこと気づける時に大人になって、うん、なんかこう、大人になって、いや、もういいね、もうそんな今更変わったりするの嫌やじゃなくて、うん、やっぱり変わらないといけないね、すぐにね。そっちの方がな、楽しいねん。時代のサーフィンや、うん、時代のサーフィン。もちろん僕は未だに昭和レトロの喫茶店を探して歩いてるからね。うん、昭和の良さは良さで、もらっといて、うん、やったーっつって、うん、俺ら昭和の最高なところ知ってるでー、みたいな。でも新しいのは新しいので、お、自由がええ、自由ってこういうことか、みたいな。そういうのも楽しんでいけたらええやんか。なるほどね。行き来してね。そうそう。だから、もう本当に気づくきっかけが先にあったかないかだけやから、うん、もう気づかない人をボロボロに責めるのはやめようって言ってるわけ。はいはい、はい。知らなかったんですね、と、うん。じゃあこれちょっと見てください。どう思いますっていう感じで、うん、僕らだって気づいてなかったよ。だから僕は大学でずっともう14年ぐらいね、おせっかいで教えてるけど、うん、毎年学生さんに頼んでるからね。僕は昭和の文化があるので、僕が喋ってる言葉の中にもし、ん？ちょっと待てよ、先生。それちょっとセクハラやでっていうのがあったら、うん、すぐ教えてやと。うん、気づかへんからみたいな。あの、言うときますけど、昭和のせいにしないでくださいね、それ。いやいやいや、絶対昭和やで。あ、そうな。昭和やで。あ、そうですか。この間もずっとあの昭和の人が怒られとったから。いや、俺らは被害者やで、ある意味。うん、
俺らだってすぐ彼氏いるの彼女いるのって言ってまうやんか。コミュニケーションやもんね、それからね、入り口。多分その昭和の喫茶店のマスターも絶対彼氏できたっていうとこから入るもんね。ほんで、あ、ええ髪型やな言うやんか。言うよね。人によってはセクハラとか言われるわけよ。な、ね、なパートナーいらっしゃるんですか、それとも、あ、好きな方いらっしゃいますか、いやいや、それとも恋愛とか興味ない系とか、ものすごい気使うで。ま、気使いすぎるね。いや、だから僕らもやっぱ、うん、教わっていくってことが大事な。そうですね。ほん、ね、で教わったらみんなに伝えていく、おせっかい。言っていく、うん、そう。だからね、あのジョンさんっていう人がなんとも最初から顔出しで、うん、YouTuber やってくれてる、そして小学生とか中学生とか、うん、なんかモヤモヤしてる子はいっぱい出てきてる今ね。あ、うん、特に小学生で男の子で可愛いものを集めてて、周りからお前を男のくせにとかまだ言われるよね。うん、でなんで可愛いも集めたらあかんの男の子はみたいなことになって、もうものすごい悔しい思いしてる子がおる。ほんで、うん、なんか髪の毛伸ばしてるだけで女みたいな言われたり、今可愛いか、うん、ね、可愛らしい顔してる男の子もいっぱいおるやん。で女みたいなって言われたり、うん、だからそういう子の駆け込み寺みたいな YouTube やね。なるほどね。相談乗ってくれるしな。だから私ね、うん、あの被災地にボランティアに行った時に、あの皆さんにこういろいろとお話しした後、帰りしなに子供2人寄ってきて、うん、おかまお前男やろって言って、お前何しに来てん、気持ち悪く来んなとか言って言われたの。で、それまで、あんた、愛ちゃんに、なんか、何言ってんのよみたいな女の人とか、こう言ったんだけど、うん、ずっと最後の車に乗るとこまで、ずっと子供二人、兄弟やと思うんやけど、お姉ちゃんと弟みたいな感じやったの、初めから。うん、って言ってきたの、うん。で、私はね、その時に、もう、なんかの、この子供は本当、かわいそうと思ったの、初め。なんでよ。なんか、親に、やっぱり、親の、なんか影響ってあると思うのよ。そういう人のことの言っての。もちろん。だから、あ、もうこれをまたこれをどっかにぶつけたり、どっかにそういうこと言って生きていかないといけないから、だから本当になんかもう親も変わんなあかんなあかん時代やし、うん、なんかその子がすごくもうみんなからすごくなんていうの、孤立して見えちゃうから、うんうん、なんかああそっかと思って、それ田舎の方でもそうやってあるんだなと思ったし、うん、まだまだ、うん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 、いやだから愛ちゃん前から言うてるけど、うん、レモンのかぶりもんして小学校にね、 PTA とかに入ったり、うん、あるいは中学生とか行って、あの小学生が一番わかりやすいねん。この格好して入っていったら、うん、おいクソレモン、おいクソレモン、おいメロンメロン、おいマロンマロンって言って近づいてきて俺の足蹴るやつがおるやん。あ、普通の昭和の人やったら、うん、何蹴っとんねんこいつ、お前親の顔が見たいなって切れるかもしれないけど、俺はもう、うん、もう気づいてるから。何に気づいてるかっていうと、うん、一番レモンさんに相手してほしいねん。でもその相手してほしい気持ちは実は本人は気づいてない。これが無意識の世界、わかる、うん、無意識の世界。なるほど、うんうん、でそういう子がボロカス言ってきたら、俺は、おお、ドラマティークって言うだけやねん。おお、ドラマティークって言うわけ。ほんで、蹴られたら痛いから、痛いから言って、めっちゃ弱いことになるわけ。でも、その子に、その子こそ苦しんでんのよ。その子こそ、愛ちゃんに相手してほしいねん。だから、そっか。俺やったら、おい、これレモンやけど、メロンに見えるってどういうことだ、ちょっと説明聞かせてくれよとか、ちゃんと向き合うわけ。なるほど。で、なんか何も言えなかったん、その時。そらそうやもんな、うん。それはもう久しぶりのことやったからやろ。そうそう。そう、ほんでなんか、ま、ずっと言ってくる。どういう気持ちやねんやろとか思ったけど、うん、向き合えなかったね、私は。いや、大丈夫。ね、だから今日気づくきっかけにしてほしいのは、もしお構いたら、おお、ドラマティックって言いながら、あの、お構って何か知ってるって。男が女で出会うんだって、もうよく知ってるねって言って。やっぱオカマよね、そういう意味だよね。うん、でもオカマって何、気持ち悪いってどういう感じとか言って、すごい丁寧に相手したの、逆に。ほんで、あの、ああ、気づかせてくれてありがとう。でもね、ものすごいね、そういう言葉って、
傷つくんだけど、それについてはどう思うって聞くね。うん。傷つけ、傷つけとか言うわけや。な。だから、そうやって話を聞いてあげる、話。うん。ほんで、一番のあれは、僕はいつもその一人一人のええとこ探すの。たとえそれがかっこいい靴であっても、おい、その靴めっちゃええやんって言うわけ。うんうんうん。ね。あるいは眉毛こう買った。おい、めっちゃかっこいい眉毛してるやんみたいな。うるさいわって言われるんだよ。でも、なんか顔見たけど、ごめんな、俺の直感やけど、サッカーうまないで、サッカーしてるって始まるわけ。どっか扉が開くわけ。なるほどね。そしたら、最後まで追いかけてくるで。追いかけてきたやろ、追いかけてきたやろ。追いかけてきた。うん、最後まで。ものすごい。車乗り込んでもずっと言ってた。ほんまに相手してほしい。せやな。相手してほしい、ね。だって小学生の時好きな女の子やからこそスカートめくりして泣かして落ち込んでたことあるがな。つまり不器用なの子供たちは真反対やるのよ。だって中学生もみんなそうやろ。バン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 って。あれよく聞いてよ。バンバンボボボボ僕を見て見て見てそう聞こえる。そう、寂しい寂しい寂しいってやってたね、それやってた、ね、しかしやってない。でも本人たちは気づいてないね。ここがポイントやね、うん、本人たちはそんなこと思ってないね、かっこいいと思って乗ってんね。確かにね。気づいてないね、かっこいいと思えてもそのまんま静かに乗っとったらええやんって話。なんでみんな夜中起こすの、起こしたい気持ちに気づきたくないだけやろってことよ。だから、愛ちゃんになんか悪口言うてくれよいうことは、ものすごい興味あんねん。まあね、あそっか。ああ、なんかほんま今の話聞いて、あ、ちゃんとそうやって、なんかね、向き合ってちょっと話すればよかったなと思った。そう。なんかそんな、と思ったし。そうね。あ、なんか。もう大丈夫。もうだって、ね、もう準備できてるから、今。はい。今度来たら。次やったらね。うん。うん、おかまって誰に教わったんみたいな。わお、ドラマティックって。そうそう。ほんで、彼のいいとこ探してちょうだい、すぐに。うん、了解。なんかすごい、うん、あれね、スポーツできそうやねって言ったから。これだけ覚えてて、愛ちゃん。愛ちゃんの、うん、ありがとう。ちっちゃい時に心の中で叫んでた言葉は、誰か私のこと分かってよっていうセリフやね。うん。そうやろ。ほんとそう。うん。そうやろ。うん、全員が叫んでんねんで、誰か私のこと分かってよって。あ、ね、ということは、分かってあげたら、誰よりも僕のこと分かってくれた、この人が好きになるから。分かってあげること。だから聞くね、うん。どんな気持ち？ああ、それは言いたくなるよね。ああ、馬鹿にしたくなるよね。なんで分かってくれんねやろ、この人って。なるほどね。そう、はあ、なんかいい話、なんか今日はなんか気づきの回かもしれない。なんでもういつもおせっかいな話ばっかり大たらしてるやんか、もう。うん、はい、そう。今、でも完全にあれがね、これ配信って忘れてるからな、あ、忘れてた、今、ほんまに。いや、ほんまに忘れてた、今、普通に話してた電話じゃないけど。いや、でも、僕はこれを伝えたいね。春菜愛っていう人はいつも真剣。いつも真剣やし、いつもおばちゃんに聞いてくる、いろんなこと。さんどう思うこれって、うん、どうなってんの福島はとか、障害者の世界ってどうなってんのとか、うん、もう何でも聞いてくる、うん、ね、で俺らいつもどうやるな、一緒に考えようやって言うてるな。はい、本当に嬉しいです、本当。いや、なんかこれからもなんかね、うん、うん、まあお店もね、うん、やりながら、お店がそれがね、うん、あれなんですよ、私定期借地っていうのをやったんですね。はいはい、一番お好み焼き屋の周さん来てくれてたお店が。はいはいはい、で、それは一応、まあ、全然ずっと契約更新で大丈夫ですよ、みたいな感じで始め借りてたけど、大家さんが、これで、こういう状態で息子さんたちをそこの家にして呼び戻したいからって言って、お店今年いっぱいで閉めない、受けなくなって、ほんで、まあ、ずっと長年もう20、お店やって三軒茶屋でも23、4年なんだけど、ああ、だから、まあ、従業員もね、何人もいるので、ああ、だから今、店舗もね、探しながら、ああ、それで、まあ、
このコロナ禍の中で移動がなかなか難しくなってきたり、あとテレビ局の予算的にも大変だってよく聞くじゃないですか。聞く聞く。でね、大阪にね、一人暮らしのちっちゃなワンルーム借りようと思って今、今ちょうど不動産屋さんとやり取りしてる中で、なんか自分の、あ、なんかすごい節目来てるなって感じで、変わり目が。だからできることもすごい、やりたいことももっと見えてきたし、今まで頑張ってやってきたけど、あ、これ別に必要じゃないなって思えることも分かってきたり、なんかすごい不思議な、なんか感じになってきてて今。でもあれよね、やっぱりそういう流れって感じるようになってるやろ、もう体質が。なってる。ほんで、あの、すごい、もう、大変なことも、いろいろ、そのお店のことって、すごい大変やのに、金銭面のことももちろんね、こんな状態でお店が時短やし、休業してるし、大変な中やのに、大変なこと過ぎた時の、ワクワクさもちょっと持ってるとこが自分があって、厄介に。だから、なんか今まで、あ、いいよ、わ、よかったって思う前にはめっちゃ大変なこと今まで人生にあったんですよ。そりゃそうや。だから、ああ、大変やと思うのと、もうよっしゃ、これ乗り越えて、なんかいい、よかったねって思えるようなことやりたいっていう、なんかもうそこの先までこう、年齢重ねたか知らんけど、見てる余裕がないのに余裕な気持ちがあるというか、変な年回りになっちゃった。いや、ええとこ気づいてるで。本当に？ちょっとカメラ、ああ、今これ見てくれてる、あの、みんな軽いワークするで、数分で終わるワークするで。はい、やってください。ちょっとペット、いや、それ、あ、まあとりあえずそれは置いといて、それもかけたいけど、何？今から用意ドンで数秒でハイストップって言うから、その今いる場所の中で、赤いものが何個あるか数えていってください。はい、あなたのそこで見てる中で赤いものが何個あるか、用意スタート。はい、数えて、何個ある、何個ある、もうすぐ終わるよ。何個ある、早く探して、早く探して、何個ある、何個ある、はい、ストップ。はい、もう見たあかん。もう部屋の中見たあかん。赤いもんだけ探した。何個あった？何個あった？ 21。21個あった。21個あった。もう絶対見たあかんで。周り見たあかんで。はい、周り見たあかんよ。ずっとこっち向いとくよ。質問します。はい。黒いものは何個ありましたか？見たあかんよ。見たあかんよ。黒いもの。見たらあかんのに？はい。黒いものは何個あった？1、2、3、4、5ぐらいかな。何個あった？はい、見て、はい、見て、何個あった？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。めちゃくちゃあるやろ？ある、はい。これ何のワークかっていうのは、ピンチはチャンスということに取得力っていうレモンさん。何？何ですか、それ。レモンさんの取得力の話ね。取得力、はい。こういうことに取得力、もう当て字もか、あの、あるのよ。当て字は、取得力いうのは私が得する力と書いてちょうだい。私が得する力。得する力。得っていうのは L でもいいし、徳島の得でもいいから。はい。つまり、ピンチはチャンスってみんなよく言うやんか。ところがみんな意外と使えてないわけ。ピンチはチャンスってね。で、ピンチはチャンスということにしとくのよ。そしたら何が変わるか言ったら、想像してや。今、あなたはコロナの中でピンチや。もうこれピンチやねん。はっきり言って、チャンスでも何でもない。ピンチやねん。で、ピンチメガネをかけました。そしたら、ピンチしか探せへんねん。ピンチの要素ばっかり探すね。ああ、今日感染者何人。ああ、わあ、もうこんなんや、あんなんや、あんなんや、あんなんやって、もう、ピンチなことばっかりが目に入ってくる。耳に聞こえてくる。それが無意識に意識するってことやな。ところが、このメガネを外して、ピンチはチャンスということに取得力でチャンスメガネをかけるわけ。そしたら、チャンスメガネをかけた人は、何がチャンスやねん、こんなピンチの中で、どこにチャンス、あ、チャンスあったって。あ、チャンスあったって。つまり、なるほどね。赤色メガネをかけたら赤しか見つからない。その時に黒は全く見えない。
正直見えなかった。つまりピンチっていうメガネかけたらチャンスは見えないよってこと、うん、なるほど。チャンスメガネをかけて初めて見つけられる。チャンスメガネはどうやってかければいいんですか。そういうことにしとくねん。あ、これチャンスメガネやっていうのを自分で意識変えるってこと。つまりもう感じてんねん、あなたは。要するにずっと契約できてたはずやのに、突然ね、大家さんが こういう感じでごめんな言うて来たと、うん、ほんなら普通はこんな困るわ、一瞬になった、うん、あれやん、お驚く、おドラマティック、うん、お何か事情が終わりで神様、うん、みたいな、これはもう宗教論者やけど、ね、何か事情が終わりでピンチはチャンスということに取得力なるほど。つまり、うん、これはもう大切やね、春菜愛ちゃん次に動かなあかんよ。はい、春菜愛ちゃん、この意味を、うん、チャンスの意味にしないと意味ないのよってこと。はい、探しなさいってこと。いやー、ほんまに、でもいや、その通りだなと思った。一瞬本当に、と思ったけど、いや、ちょっと今までずっと、お店の仕入れとか、いろいろ考えたことが、あ、一個じゃ減ったら違う、なんか隙間ができるんじゃないっていう方向に切り替わったから、すぐに。すごい。なるほどなって、今のお話がスッときました。これはね、日頃から訓練しとかないと、出てこないのよ。うんうん、もうなんかな、話つきません。ほんまに久しぶりに喋って、もうあっという間に1時間。え、もう、まあ、愛ちゃんの場合はもうマジで、親戚中の親戚やから。ほんまにね。ちょっとまたさ、喋りに来てよ。うん。うん、またほんまにすぐに来る。もうこれ、ま、呼んで声かけて、うん。この2人のね、なんかどっかの居酒屋トークみたいなけど、うん、これはあの、部屋飲みトークやけども、もうなんか伝わってる思うよ。ほんま、うん、いや、そう、なんかね、まあでも楽しく聞いてくれたらいいかな、なんかね。そうやな。まあとにかく、うん、春の愛がまた、はい、新しくなりそうですよ。皆さん応援してください。お願いします。ありがとうございます。ということで、今日の親戚対談、春の愛ちゃんでした。よろしく、ピース。ありがとうね。バイバイ。ありがとうございます。